はい、皆様ごきげんよう、ゆりっぴです。はい、ということで今回は Q10 でお買い物をしたので、そちらの購入品を紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はコスメ多めになっています。まずはファッション雑貨から紹介していきたいと思います。1点目はこちら。はい、こちらブーツでございます。このブーツは実はもう履いていて、めちゃくちゃお気に入りになっています。サイズは38の3180円でございました。膝下ぐらいの長さとこの丈の2種類があったんだけど、ショートブーツの方を私は選びました。で、この厚底がすごい可愛くて、すっごいたくさんこれ今履いてます。なんか厚底のブーツってね、意外と持ってなくて、すごくお気に入りでございます。もう一個ね、やっぱ長い方も欲しくなっちゃいますね。はい、次、2点目もブーツ。じゃじゃじゃーん、こちらです。はい、こちらも厚底のブーツになっております。サイズが 23.5 の8480円でございました。で、これはね、まだ履いてないです。まだ履いてないんだけど、すごい可愛い。普段ね、23とかを履いてるんだけど、結構細身と聞いたので 23.5 を購入したんですが、マジで細身です。なんか太ったら一発アウトみたいな、本当に細い。なんかレビューを見ると、これすごいヒールなんですけど、履きやすい、歩きやすいということで、ちょっとねまだ履いてないんだけど、これからね履こうと思います。次、はい、で以上でちょっとファッション雑貨系は以上なんですが、次からコスメ系を紹介していきたいと思います。コスメはね、めちゃくちゃ可愛いやつ、新作もねたくさん買いました。ではまず1点目、もうこれ使ってるんです。実はつけまつげです。韓国アイドル A 型束感っていうやつを購入しました。2290円でございました。で、これね、このピンセットとなんか溶かせつと束とグルーのセットになっていて、今もねつけてます。韓国アイドルさんのメイクアップとか、韓国の美容系 YouTuber さんの動画を見てると、このね、一本一本のつけまつげを使ったメイクしてる方が多くいて、めちゃくちゃ使ってみたいなと思って買ってみました。で、今もね使ってるんだけど、まだすごくやるのに時間がかかる。結構難しい。まず真ん中やって、ジュッてこうみたいな、パンパンパンってやっていくんだけど、すごいね、まだねコツがつかめてないです。でもすごい目がパッチリになるというか、韓国っぽい感じになるので、これうまくね使えるようになったら、バッチリたくさんね使いたい。普段のお出かけにも使いたいなと思います。で、これね、9mm、10mm、11mm ってあるんだけど、今のところで 9mm しか使ってないな。意外と 10mm ってなんかすごい長いのよ。あと下まつげ用っていうのも売ってたので、下まつげ用も欲しいなと思いました。なんかつけまつげというとね、すごい私が高校生ぐらいでメイクを覚えたての頃たくさん使ったイメージがあるから、すごいね懐かしい気持ちでこうグルーをってつけてます。はい、次、デイジープのリップ、ジューシーデュイティント101番、ムード番号1390円でございました。で、こっちムードグローリップスティック03番、1390円でございました。この2種類を購入しました。なんかどっちもお店屋さんでねタッチアップしたんですよ。で、めちゃくちゃ可愛かったから買った。こっちがリップスティックタイプになっていて、結構柔らかいテクスチャーになってます。こっちがティント、普通のティントのタイプになってます。で、どっちもイエベピンクっぽい感じの色を選びました。全色本当に欲しくなっちゃうんだけど、中でも自分が使いたい色を選んで購入しました。はい、次もデイジー。あ、かわいい、じゃじゃーん、こちらアイシャドウパレットになっております。アイシャドウパレット15番、ベージュニット3610円でございました。はい、こちらデイジークのパレットもめちゃくちゃ可愛いんですよ。はい、こんな感じのパレットになっています。ラメがすごい繊細で、あー可愛い、なんかもう、あー可愛い、もう全部可愛い、恐ろしい、何これ、すごい。なんかさ、アイシャドウパレットってさ、いっぱい持っててもさ欲しくなっちゃうよね。これ買ってよかったな。使いやすそう、捨て色なしって感じですね。たくさん使いたいと思います。はい、次、はい、ラストでございます。じゃじゃーん、
じゃじゃん、ミュード。これはね、もうインスタで見ていて、すっごい可愛いと思って、発売と同時に購入しました。もうこの発売日をワクワクして、もう早く使いたいぞと。まだかと、まだかと待ちわびて、ようやく手元に来ました。わー、すごい。じゃじゃーん。こちらはミュードのニューグラムコレクション。ティントとアイシャドウパレットがついて2240円でございました。あまりにも可愛すぎて買いました。ミュードはマスカラを使っていたんだけど、アイシャドウとかティントを使うのは何気に初めてで、ティントもラメが入っててめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、シャドウはすごい全体的にもうラメもうひたすら可愛いですね。やだー、よかった。すごい光にかざすとさ、すごい可愛いよ。いいものを買った、いいものを買いました。はい、ということでたくさんコスメを購入したので、そちらを紹介していきました。いやー、もうハッピー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 スマイルラッキーハッピーみたいな感じです。すごい嬉しい。そしてね、今回はやっぱミュードのやつがすごい欲しくて待ちわびていて、ようやく買ったっていう背景があるので、めっちゃね、満足。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画になったらグッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。